4月8日と9日シーガルズは新潟県長岡市のアオーレ長岡において群馬銀行グリーンウィングスと V1 残留をかけて V チャレンジマッチに出場、2連勝を収めました。2022-23 V リーグディビジョン1ウィメンを戦い終えた選手たちにお話を伺ってきました。まずは中本選手と永瀬選手です。今シーズンを振り返っていただきたいと思います。ご自身にとってどんなシーズンだったでしょうか？フルセットの試合が10試合あった中でやっぱり8試合を落としてしまって、やはり勝ちきる難しさとか、まあ、一勝する難しさをすごい痛感したシーズンでした。あのシーズンのなんか後半、特に後半かな、あのコートの中で永瀬選手、あの雰囲気変わったなってすごく私自身思って、こうどっしり構えているというか、すごく落ち着いてプレーされている印象があったんですが、今後こうどういう風なプレーをしていきたいですか？単純なプレーを確実にこなせる、ミスの少ない安定したプレーヤーを目指してこれから頑張っていきたいと思います。中本選手、アタックはもちろんなんですけど、サーブがすごく安定していて、相手を崩すサーブをしていらっしゃるなっていう印象だったんですが、これからに向けてどういう風なプレーをしていきたいですか？どんなプレーでも攻めの姿勢を崩さずにっていうところが私の課題としてやっているところで、そういうところを練習の中からちょっとやっていきたいなっていうふうに思ってます。これからクロアスキが始まりますけれども、クロアスキに向けて抱負をお願いいたします。今シーズンの課題に挑戦して、ファンの皆さんに感謝の気持ちを込めてプレーしていきたいと思います。チームの結束っていうのを大事にしながら、自分たちのできることだったりとか苦手なことに常に挑戦していきながらやっていきたいと思います。本当に今シーズンお疲れ様でした。お疲れ様でした。続いては及川選手、宇賀神選手、金田選手です。今シーズン終わりましたけれども、まずは振り返っていただきたいと思います。どんなシーズンだったでしょうか？今シーズンは苦しむ時間帯が多かったなっていう風に感じていて、今までのシーガルズの良さがうまく出にくかった時間がちょっと多かったかなっていうふうには思います。やっぱり最後入れ替え戦でたくさんの方が応援してくださって、本当にたくさんの応援してくださった方には感謝しかないです。最初からコートにいることは少ないじゃないですか、はい、途中から入るときに、そういうときはどういうふうに入っていくんですか？チームの空気を変える切り札として途中から入ってると思うので、その役割をしっかり果たそうと思っていつも入ってます。最後になっていくほどチームがまとまっているというか、いい試合が多かったと思うんですけど、センターとしてどういったところをこう注意してプレーされてましたか？なんていうか、自分がやるべきこともそうなんですけど、思った人の思いだったり、こう人が何を考えてるかとかだったり、こうそういう部分にこう自分が高く集中できると、こう自然と周りも広く見えたり、なんかそういう冷静な判断が結構できるっていうことが、こうやりながら自分でも感じていたので、こうそういう人の思いっていうのをこう一番に感じながら戦い始めた頃に、多分少し安定ができたのかなと思います。金田選手がコートに入ると、こうふわっとなってたチームがキュッとまとまったり、どっしりとこう落ち着くイメージが私試合見ててあるんですが、ご自身で心がけていることとか、コートに入るときこうしようって思うことってありますか？私から発する空気感だったり、こう後輩に対する声かけやサポートっていうのを、まあ、特に今季は意識した部分でもあるので、そういう気っていうのが外から見てていいように伝わってるんだったらよかったなっていうふうに思いますし、もう少しそのレベルも
上げていかないとなっていうふうには思っています。それでは最後に応援してくださるファンの皆さんにメッセージをお願いします。今シーズンどんな時も応援してくださりありがとうございました。皆さんの応援が本当に私たちの力になっています。皆さんの思いを胸にチーム一丸となって頑張っていきます。せーの、絆パワーに Go シーガルズ。心つなげ岡山シーガルズ始まりました。ナビゲーターの中村葵です。さて私は今第71回クロア式が開催されているマルゼンインテックアリーナに来ています。第71回クロア式全日本男女選抜バレーボール大会は男女合わせて31チームが参加し6日間にわたって熱戦を繰り広げます。シーガルズは JT 伝送金蘭会のグループ戦を戦います。それではグループ戦3試合をご覧ください。クロア式初日伝送エアリービーズと対戦。第1セットを獲得したシーガルズ、第2セットは互いに譲らぬ接戦となりました。高柳選手伝送の2枚ブロックを打ち抜いていきました。川島キャプテン速い。浜田選手のトスも絶妙。高柳選手よく反応した。繋いだボールを永瀬選手うまい。デュースに及ぶ接戦もシーガルズマッチポイント。伝送のアタックを高柳選手が川島キャプテンとの2枚ブロックで止めてゲームセット。幸先のいいスタートを切りました。グループ戦2戦目は JT マーベラスと対戦。セットカウント1対1で迎えた最終第3セット、一進一退の攻防が続きます。相手の2アタックに遠藤選手よく反応した。ネット際の攻防を制したのは宇賀神選手。田口選手の速攻鋭い。金田選手よく拾った。一旦ボールを JT に返します。及川選手がうまく上げて金田選手絶妙のフェイント。冷静ですね。楢崎選手ナイスレシーブ。宇賀神選手が大きく振って中本選手返す。刀で遠藤選手うまく落としていきました。楢崎選手もエンドラインをよく守った。船田選手ナイスレシーブ。ネット際で宇賀神選手がうまく処理して及川選手狙いすましたコントロール。シーガルズは JT を振り切って第3セットを獲得、2連勝です。グループ戦3日目、金蘭会戦はフルセットに突入。中盤からシーガルズが走ります。永瀬選手のブロード振り切っていきました。永瀬選手ナイスフォローからの金田選手うまいブロックアウト。ネットインサーブを船田選手がうまく拾って及川選手さすがのスピードです。藤原選手ナイスフォロー。浜田選手から託されたボールをブロックアウト。うまく相手ブロックを利用しました。永瀬選手のアタック、崩れる金蘭会からのアタックを前田選手藤原選手との2枚ブロックで止めた。大差で迎えたマッチポイント。最後は金蘭会のアタックを永瀬選手が宇賀神選手との2枚ブロックで止めてゲームセット。シーガルズグループ戦を1位で突破しました。シーガルズはグループ戦を全勝1位で突破。次からはトーナメント戦です。絆をパワーに目指せ頂点 GO シーガルズ。準々決勝の相手はビクトリーナ姫路。セットカウント2対1で迎えた第4セット、ここで勝負を決めたいシーガルズ。永瀬選手の速攻が決まった。船田選手ナイスレシーブ。中本選手ライトからクロスアタック。
姫路の2アタックに楢崎選手よく反応した。高柳選手のアタックはコートエンドに、お見事。第4セットはデュースに及ぶ接戦に、宇賀神選手ナイスレシーブ、楢崎選手の2段トスから中本選手、今度は川島キャプテン、決まった。シーガルズ追いつきました。高柳選手ナイスレシーブ、金田選手うまい。シーガルズマッチポイント。シーガルズの勢いに押された姫路のアタックはボールアウト。シーガルズ準決勝へ駒を進めました。クロワスキ準決勝で相まみえるのは PFU ブルーキャッツ。第1セット序盤からシーガルズが走ります。中本選手のクロスアタック、鋭く決まりました。船田選手ナイスレシーブからの永瀬選手、速攻がいい感じに決まった。永瀬選手の丁寧なサーブレシーブから高柳選手、安定感抜群。川島キャプテンの速攻速い。大差で迎えたセットポイント、永瀬選手よく拾った。これを金田選手ブロックアウト。シーガルズ第1セットを獲得です。その後 PFU が盛り返し、勝負の行方は第5セットへ。及川選手のアタックで大きく崩れる PFU、 返ってきたチャンスボールを高柳選手、隙を見せた PFU に及川選手ダイレクトアタック。及川選手見逃しませんね。及川選手のフェイント、リズムの狂った PFU のアタックを高柳選手と田口選手が止めた。浜田選手のバックトスから甲斐選手、速い攻撃が決まった。浜田選手のトスワークもお見事。 PFU のフェイント、浜田選手よく拾った。決めたのは金田選手、ここ一番で頼りになります。互角の攻防もマッチポイントは PFU。 シーガルズ頑張れ。ナベア選手にブロックアウトを決められゲームセット。シーガルズあと一歩及びませんでした。シーガルズは第71回クロワスキを第3位の成績で終え、金田選手がベスト6を受賞しました。試合後にはこの試合をもって引退する及川選手の胴上げが行われました。本当にお疲れ様でした。皆さんの応援が本当に力になりました。課題もたくさんあるんですけど、これからしっかり皆さんの思いに応えられるようなチームになっていけるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。